ムーカガンは、海骨ガン国の、第三大カガン。クズ六ガンの子。死は、薬ツラ氏、名は、移り地検。はじめは、ムーカガンもしくは通りガンと称したが、党に入庁した際に、秀吉立公人木ガンの称号を授かった。クズ六ガンの子として生まれる。県元2年4月、クズ六ガンが死去し、長子のよう守るは先に殺されていたため、 自死の移り知見が経って、ムーカガンとなり、その妻であるボクカタフトコロオンの娘がカトンとなった。8月、前カトンの姪国公主は子がなかったので、党に帰国することとなった。上限元,元年9月、ムーカガンは大臣の友陸、幕が立つ官らに入庁させて友しさせた。上限2年2月、安氏の乱指導者である氏名が、この市や佐吉によって殺される。 法王元年4月、唐で、宿僧が崩御したため大使の大僧が即位した。大僧は、死や催しが、なおも、唐楽の地にいるので、それを討伐するために、流星丹を海骨に派遣して徴兵させるとともに、急行を治めさせようとした。しかし8月、先に、死や催しが、宿僧崩御に乗じて、唐へ進行すべしと、無加岩を誘ったため、海骨軍が大軍を要して、 南下を始めた。劉聖丹はそれに遭遇したので、まず、唐への進行を踏みとどまるよう、無ガンを説得したが聞き入れられなかった。この時、海骨軍はすでに三条の北まで到達していた。無ガンは死者を派遣し、北方の全宇都ゴ府の兵馬と食糧を奪取するとともに、劉聖丹をひどく侮辱した。劉聖丹が、密かにこの状況を大層に報告すると、 朝廷内は侵犯した。時に、ムーカガンのカトンであるボクカタ氏は、唐にいる父と祖母に会いたいと言い出したので、父のボクカタ懐ンが大元へ赴き、そのついでに、ムーカガンを説得してやった。すると、ようやく、ムーカガンは思いとどまり、海骨軍の進軍がやんだ。そこで引き続き、海骨軍は、俗軍討伐に参加することになり、ムーカガンは、 平和元帥の妖織や、漁師中、進スむスの薬巣ーらと面会した。しかし、ここで、河岸が拝礼をするとかしないとかで両者の間で、言い,い争いが起き、骸骨の車美将軍が薬、す号、リススム、衣装花、ギを引っ張り出して、おのおの百回棒で撃った。衣装花とギは、棒で撃たれたのが元で一晩経って死んだ。これにより、妖王の儀は、 まだ若造で物事を十分に心得ていないという理由で放免され、本営へ帰った。ということもあって、僕方懐音が、骸骨の右札と共に先方となり、諸節土たちと共に賊軍を攻撃して破ったため、シアサヨシは残党を引き連れて逃走した。ムーカガンは引き続いて、火曜に進軍し、爆栄を並べて、数ヶ月ここに駐屯した。この時、 幕営より百余座との間では、人々が、開骨軍の略奪と領辱を受け、その外役にこらえきれなかったという。僕方懐恩は常に、軍の伝軍となった。節道士たちが、河北の集権を占領すると、息子の、僕方は、開骨の武州と共に二千余座とも追跡し、兵衆の岩木県で、市朝吉の首をふくろうして帰り、ついに河北はことごとく平定された。 そこで大イは、信正殿に林業して札文を出し、ムーカガンに称号を加えて、ノツボルツツツツギラ骨没蜜聖血突、東蜜聖号ともろく人気カガンとし、カトンにも称号を加えて、シャボッコウオや、霊化人気カトンとした。この他左右の札、諸都督、苗貝最小以下も、共に実風に先行を加えられることとなり、左札はオスツイタチ王、右札は、ネイサク王、 コロクトトクは、金河王、抜け、乱将軍は聖幕王に封じられ、諸都督十11人が、風国公となった。広典二2年、僕方懐音が背き、都番の周数万人を招き寄せて、法典県に至ったが、1日片節都市の各市議によって防がれた。翌年秋、僕方懐音は骸骨、都番、とよく東投降。 やつらつの州二十数万を招き寄せて、皇典、冷戦、法省、同州に進行した。しかし僕方懐恩が死んだため、トバンの馬江エ,エイラは十月の初めに撤退し、開骨狩領のラトールカンラも二千幼期を率いて、慶応の各市議元へ受け下しに来た。これ以降、開骨と党の和平が保たれたが、党国内で、安氏の乱鎮圧の甲を鼻にかけた。 開骨人の暴行事件が相次ぎ大歴年間において社会問題となった。大歴三年、光、親加藤が即居し、大僧は右三期上時の将に不死を持たせて弔問させた。明年、僕方懐恩の娘を高敷講子として無加願に突がせ、兵部次郎の利官に不死を持たせて加藤に殺害した。大歴十三年一月、開骨はついに 大元をあだし、二律に、太谷を過ぎて、加藤節道を止めた後、大元院、魚子大部の阿波美坊は、海骨と飛極で戦ったが敗北し、死者は千四人に上った。大衆都督の長光阿明は、海骨と羊竹屋で戦い、これを破り、海骨軍が撤退した。大歴十四年、大僧が崩御し、徳僧が即位した。徳僧は中間の両踏秀に、 海骨へ赴かせ、両国の関係を修復させようとした。しかし、ムーカガンは礼をなさないばかりか、徳図子の大臣を徴用し、その勧めで、党のち湯に乗じて、再び、党へ侵攻しようとした。その時、最小の富、幕が立つ館は、ムーカガンをいめたものの、聞き入れてもらえなかったので、ムーカガンとその近親者を呼び、徳図子ら二千人を殺害し、 自ら立って、五骨話六人木加岩と合し、その宗長の剣立ち星を塔へ入庁させたので、竹吉成光加岩の称号を賜った。法王元年8月、ムー加岩が塔へ進行した際に、マニ教を受け入れたということが、後の第八代、安吉加岩が建てた、カラバルガスン碑文に書かれている。今、神である王の、がこの手、すべての火を燃やす宗教、 神であるマール・マーニーの宗教を受け入れたそれから神である王は、と宗教を受け入れた。カラバルガスン・ヒブン・ソグノ・ゴメン・カガンは唐ト,トに駐屯して風俗を視察し、法師は英キら4人のマーニー像を率いて骸骨に入り、マニ教を布教させたが、彼らはよく三期話に通じていた。カラバルガスン・ヒブン・カンブンメンこうして、ムー・カガンの知性においてマニ教が授与されたが、 反対派も存在したらしく、大歴十四年の富、幕が立つ間の政変によって、ソグド人が弾圧されると、マニキョウも弾圧された。この後、海骨におけるマニキョウは一旦池を潜めるが、第七代懐新河岸の代になって、再び開花し、明実ともに海骨河岸国の国境となった。オルズバリク遺跡ムー河岸は、先代のクズ六河岸が建てた場合、バリクよりも、 はるかに大きいオールドゥバリクという都の城を建設した。これは中国資料にある海骨前雨城、裏ナイフル、カン城、カロエダ城などにあたる。オールドゥバリクとはイスラーム資料によるもので、オールドゥは、カガンには、バリクは、都の城を意味する。現地では、ハルバルガス、ハラバルガスンと呼ばれている。コンスタンティン・ムラジャ・ドーソンが、ウイグルの始祖説話を紹介しているが、 その中に登場する5人の子供のうち、ウイグル人によって、藩に衰退されたのが、バッシュのブクテギンであった。この話はあくまで伝説であるが、このブク藩のモデルとなったのが、中国史書に記されている、ムーカガンであり、この、ウイグルの始祖説話は、ウイグルカガン国の最盛期を築いた、ムーカガンの説話家であるとされる。ビルゲカガンとは、コチュルク語で、懸命なるカガンの意。しかし、 旧当女の説明で、一木は足一の意としている。旧当女では、海徳塚岩とある。新当女では、友六幕が立つ間。ん。海骨群が東京に来ると、彼らは、賊が平定されたことを理由に、欲しいままに残忍な振る舞いをしたので、男女はこれを恐れて、皆落陽の生前寺と白馬寺の二角へ登って避難した。 海骨軍は火を放って二つの寺を焼き払ったので、死者は一万人を数え、数十日間も火炎はやまなかった。こういうことがあったが、この時に海骨は調和して、思うままに管理を侮辱して痛めつけた。そこで、朝廷は、先週節度市の各英外を臨時に、党都との留守番に任命した。その時に、 トうとは再び族の侵略を受けたが、ついたち方軍及び各英外、魚町女らの軍隊は暴動を禁止することができず、開骨軍と共に欲しいままに城中及び南寺州、鄭州などを略奪し、立ち並ぶ家屋は焼き尽くされ、その結果、人々はことごとく紙で衣服を作り、中には、経典の紙を衣服にするものもあったという。天呂で、クトボルミシュ。 イルトゥトミシュアルプキュルグビルギカガンとは、天より授かりし国を建てたる賢明なる、カガンという意味である。過去、現在、未来に対応する前在、中期は、後在のこと。すなわち、基礎的なマニキョウのこと。ドーソンはその著、チンギスカにより、ティムールベイすなわち、タメルランに至るモンゴル族の歴史の補充において、ジュバイニーの世界征服者の歴史を取り上げ、 彼が見たとされる碑文の内容を抜粋している。山田忍、北アジア遊牧民族史研究 P96。ありがとうございます。